株式会社双葉図書は、広島県を中心に複数店舗を展開する書店チェーンである。書籍販売、古本の販売、買取、CD、DVD、BD の販売、ゲームソフトの販売、買取、DVD、BD レンタル、貴金属買取、販売、インターネットカフェ、双葉、カフェ、ゲームセンターを運営している。本社は、 広島県広島市西区。1913年9月に金谷町に本社を設け、横川駅構内に第1号店をオープン。当初は書店ではなく雑貨屋として運営していた。現在でも横川駅南口には横川店がある。1975年の木の国屋書店の広島センター外出店の影響を受けるが、1980年代に レンタルビデオに活路を見出し、郊外型複合書店として発展している。店舗網は広島県を中心に展開し、山口県、福岡県にも出展している。愛媛県や岡山県、関東近郊にも出展していたが、現在は撤退している。主力の書店事業に加え、インターネット、漫画喫茶、双葉カフェやゲームセンターの運営などを行っている。 過去には、インターネット上の通販買取サイト、futababooks.com の運営や、VR ゲームのカフェバー、ベレックスの運営も行っていた。2013年にボックスグループから、メディア事業を継承。2015年に株式会社アペックスから、CD、DVD 販売、レンタル店、ビデオアメリカを取得。 2014年9月にローソンと包括業務提携し、双葉図書店舗内にコンビニエンスストアのローソンを併設する。ローソン設置1号店はギガ広島駅前店で2014年10月23日にオープンした。近年の出版不況により、不採算店舗を次々に閉店していたが、2021年1月28日に事業を 広島イノベーション推進機構へ譲渡すると発表した。創業経営一族は完全撤退し、広島イノベーション推進機構が、もみじ銀行、日本出版販売、つたや書店、広島松田エディオンの出資参加により、新会社、株式会社双葉図書を設立し、新会社に事業を移管する。店舗の種類により、店名にメガ、ギガ、テラ、アルティをつけている。 1997年に総合書店タイプのメガギ女かすじ店2000年に服装外複合書店の儀が広島駅前店2004年に単装外複合書店の寺広島府中店を出店したただし店舗規模の順番としては単位順におおむね一致しているがこれも店舗面積等の絶対的な規則はない店舗によっては 以下の売り場や施設も併設している。書籍販売の決済方法には、下記のものがある。フォレカカードのポイント付与対象決済は現金及び、フォレカロイヤルカードの決済でのみ対応している。2019年11月中旬により、各種 QR コード方式による決済に対応した。店側が金額を入力して読み取る、ストアスキャン方式にて行う。 2019年11月より、クレジットカードでの支払いに対して、国が提供するキャッシュレス、消費者還元事業の事業所として認定された。現在は終了。フォレカとは、双葉図書が展開するポイントカードである。ポイントの利用には、会員登録が必要である。2013年頃まで9ポイントカードを展開していたが、ポッシステム導入に伴い時期読み取り、 式ポイントカードへ移行した。現在のフォレカカードは3種類あり、ポイント機能のみの、フォレカ、ポイント機能にレンタルなどの身分証明が付帯した、フォレカプラス、ポイント機能にクレジットカードが付帯した、フォレカロイヤルが存在する。ポイントの利用には専用サイトでの登録が必要である。フォレカマネーとは2017年頃から開始した、事前入金型電子マネーである。 フォレカカードで利用ができる。ポイントは来店回数に伴うランク制が採用されている。ブロンズ会員の場合は200税で1ポイント、シルバー会員の場合は200税で2ポイント、ゴールド会員の場合は200税で3ポイントが付与される。ランクは月末更新である。フォレカの廃止事業譲渡に伴い、2021年4月から段階的にフォレカが廃止される。 廃止によるポイントの換金や後継のポイントカードへのポイント移行などはできない。また、T ポイントの付与もリニューアル後は終了する。こちらも返金や換金などは行わない。今後、T ポイントカード及び T マネーの導入が予定されている。2020年10月にフォレカマネーへのチャージが廃止された。2021年4月にフォレカマネーの利用が廃止された。 現時点で残っている残高は返金されない。2021年4月にフォレカアプリのサービスが終了した。2021年4月以降、事業譲渡に伴い、フォレカカードが廃止される。D ポイントの付与についても順次終了する。フォレカ及び D ポイントへのポイント付与は終了するが、利用は可能。T ポイントカードの付与、利用が可能になる。 双葉図書は店舗併設、または商業施設内にインターネットカフェと漫画喫茶を兼ねたネットカフェを運営している。料金は時間制で、店の規模によって基本料金に多少の差がある。最初の1時間基本料金と15分ごとの延長料金があり、他に数時間のパック、店によっては1日、3日、1週間のパックもある。 飲み物は飲み放題。味噌汁、ソフトクリームもある。お菓子やカップ麺などの販売もあるが、メニューがあり料理も注文できる。種類がメニューにある店もある。店舗によっては、以下の設備、サービスもある。双葉カフェ公式サイトも参照。双葉図書横川店、双葉図書メガギオン中筋店、双葉図書ギガ、広島駅前店双葉図書寺広島府中店は、 IC 乗車券、にもか及びアイコカとかが、は、電子マネーはオンが、利用可能な店舗である。またはツタヤへの転換済み、は今後ツタヤへの転換が予定されている店舗であり、これ替えの新規ポイント付与、D ポイント使用、付与が、いずれも、終了、並びに T ポイント使用、付与と T カード新規発行が導入される。書店事業には、書籍販売、レンタル CD、 DVD、BD 販売、ゲームソフト販売、文具販売、ゲームセンター運営を含む埼玉県広島県、山口県福岡県広島県広島県山口県、福岡県2019年から2020年にかけて、粉飾決算を原因として多くの店舗が閉店した。過去に営業していた店舗一覧日付は閉店日時を示す。 2021年2月19日に同社の代理人弁護士より文書で不適切な内容の決算書を作成して金融機関に提出していたと粉飾決算が公表された。決算書に実際の在庫数よりも多くしたり固定資産の消却を小さくするなどの記載を行っていた。2019年6月24日に行ったとされるバンクミーティングにて約40年前から 粉飾決算を行っていたとの発言があったが、正しくは2019年までの約10年間であり、セラシゲオ社長の自分が入社した40年前から在庫の金額が実際の棚卸し額と相違していたこともあったという発言が影響していたと釈明している。借入額は約235億で3月1日に事業を引き継ぐ新会社が約35億円を継承する。 借入れ額の約9割は放棄にて合意したとみられるが、今後、セラ社長及び創業家、役員の資材は、残りの約200億円返済の一部に充てられる。粉飾決算の発覚に伴い、会社整理を継続的に行っている同社は、多くの店舗を閉店、業務転換しており、2020年には18店舗を閉店している。八丁堀店外壁のプレート、 オープン時はまだ本社が金谷町にあったことがわかる双葉図書メディア館神谷町店が移転した時の案内看板。地下1階やっとカフェ神谷町店はリニューアルまで引き続き営業していた。現在この地下1階には居酒屋、丸海槍が入居している。 1913年、1950年、1951年、1986年、1986年、1993年、1997年、2000年、2004年、2009年、2011年、2012年、2013年、2014年,年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年。ありがとうございます。